今聞いたんですけど、このスターバックスコーヒーっていうのコーヒーっていうのはなんだっけ匂い立つコーヒーなんでしょなんで、それに、それがなんか初めてアメリカ人がこれが来て、初めて気がついていこれはうまいということになって、今今まで今までのコーヒーよりうまいって、今までのお前コーヒーじゃねえよそれ豆なに鍋の中突っ込んで煮ただけそれおばあちゃんのおにじめじゃねえかそれ そ,うそれでなんか流行っているらしいんですほんとそこほんとこのスターバックスコーヒーってなんかそこらここらにで,できている,いるんですよほいでなんかこのコーヒー牛乳みたいなね、うん、コーヒー牛乳みたいなこあのルックスのそうな,なんだフラパチーノとかやっていうのできてるんだけど甘すぎんだこれがまたやりすぎんだアメリカ人 <laughs> やるとなったら <laughs> <laughs> そうでこれ日本でもお店がいくつかできてるんでしょでみんなにおしゃれだからっつって流行りかけてるの 間違違ってるよ <laughs> 違うよう <laughs> 日本のコーヒーの方が美味しいってあのなんかちょっと頑固そうな親父の喫茶店で飲むコーヒーの方が美味しいってモーニングとかの方が美味しいってばほんとこっちはもう全然美味しいコーヒーとか飲めないそういうなんか繊細さとかさ足りないよね。ちょっと雨が批判じみてくるんですけど、うん、あのなんだろうなかあのみょがとかそういう世界がないよね。 あのなんつうのかな大根おろしの世界とかさなんかあのコーヒーの香りにしてもそうですしなんかこう大雑把でね「右か左か」みたいな「うん、レアかウェルダンか」み,みたいな <laughs> なんだ <laughs>、うん